はい、お疲れ様でございます。急に始まっていきますよ。今回ね、こちらウィッシュで基板のセットを購入したんですよ。これ何するもんかって言われるとね、作ってみるとわからんのですよ。そうです、わけもわからず買っといたんです。そしてまず説明書が入ってて、あ、一回付属品並べましょうか。電子部品いろいろ入ってるんで、基板ここに実装したらもう完成するんで、回路図も入ってますと。中国語ですね。付属品ですけど、まずこのユニバーサル基板、このプリントしてあるやつ、これが1枚と、あと短いケーブルですね。そしてこれが抵抗ですかね、可変抵抗。そしてこれトランジスターはね、この18150じゃないみたいですね。ちょっと見えへんな。赤。S9014C331 とか書いてます。少し、そうです。これは何ですか？何のトランジスタですか？ウプ主はね、そんなに基板詳しくないんですよ。そしてこれが、この IC がね、LM358 っていうやつですね。そしてこれが電解コンデンサー。これは何ファラットですか ?22 ナノファラット。そして LED が4個と、電流制限用の抵抗が4つ。これはね、何オームでしょうかね。これ47オームです。そしてこちらの抵抗が75キロですかね。付属品は以上です。間違ったこと言いました？これね、普通の抵抗じゃなくていいやつじゃないですか？これは、茶色。小林一茶。1、1、2、1、2、0。あ、違う、逆か。味方逆か。違うな、ここやな。よく見たら違う抵抗混ざってあるやん。紫が入ってある。ちょっと待ってください。キヨン梅干し、紫七分。あ、これ47。これ47オームじゃないですか。そしてこっちが紫七分、緑は5、75キロ。これ75キロですね。そしてこっちが黄色、キヨン梅干し、紫七分。これ、もうめんどくさい。テスターで測りましょう。テスターが一番です。ちょっとカラーコードの覚えてるんですけど、目がしょぼしょぼしてね、今深夜の3時なんですよ。明日は会社違うんですよ。明日休みです。よかった、明日は休みや。これでこう測っていく。ずるるずるる、0オーム。んー、そんなことないわ。大体で組み立てましょうか。あれ、遠さがわからん。もう目がしょぼしょぼしてる。一回休もうかな。これ3本撮りの3本目なんですよ。そんな関係ない。今動画見てる人関係ない。ここにトランジスタをセットしていく。めちゃくちゃ疲れてるわ。そしてこれは、これどっちですか？ここ向きですか？これミスったら爆発します。ここ後でやろう。確認しましょう。プラスとマイナスがどっちか分かってない。そして IC を先に LM358 を、これ確かね、印があるところが1ピンやったと思うんですよ。入らへんのかい。あ、もう見えてない。老眼鏡がいるわ。どこですか？印ないんか？あれ、これのことですか？切り欠き、まあいいでしょう。そしてさっきのこれが多分ね、47オームですね。47オームが2本あるんで、これを R1 っていうのはね、ヤクルトみたいなやつですよね。違います。今めっちゃしょうもないこと言いました。はい。これ抵抗は極性がないんで、あ、これ背が高いやつもつけていきましょうか。そうですよね。違う、背が低いもんからつけていくんでした。忘れてました。一回取ろう。抵抗からつけましょうか。まず47オームを2つつけましょうか。ここと、そしてさらに R1 と R7 ですね。ここが47オーム。そしてこれでもう判断していきましょうか。カメラで撮りながらやりづらいな。緊張するよ。手がプルプルしてるわ。うわ、手めっちゃプルプルしてる。手プルプルしてる。生まれたての子犬みたいな。
あんまりこうつけすぎたらダメです。あか、最初調子乗ったな。これつけすぎたな。次に47キロが R3 と、R2? そしてここも R6? この3箇所ですね。これに47キロを実装していきましょうか。あ、ここをカットしましょう。あか、目しょぼしょぼしてる。見えてないよ。おじいちゃんかよ。あ、ちょっと後ろ大変なことになってるな。一番最初につけた二つは、もう、あれですね、先にニッパーで足切っといた、ニッパーで切ったらダメですかね。足切っといた方が良かったですね。ん?一回足切りましょうか。いっぱいある。あれ、今思いましたけど、爪後で切りましょうか。あ、全然映ってなかった。最悪や。ちょっとカメラのアングル悪かったですかね。失礼しました。あ、どっか飛んでいた。どっか飛んでいた。危ない。後で足で踏んだら大変なことや。そして最後、この75キロオームの抵抗を、どこですか?ここですね。ここに最後つけていく。これは1本だけやったんで分かりやすいですね。じゃあこれ先につけたらよかったや。あ、なんか気に入らん。紫七分やからこっち向きにしとこう。別に曲線ないんですけどね。ちょっとこだわりみたいなのあるじゃないですか。そういうことでないですか。はい、そして2番目に足が低いのがこの IC ですかね、 LM358、 これを実装していく。ここは8箇所ですね。ここもうちょっとカットしましょうか。早送りにしましょうか。うわ、斜めった。ちょっと待って、バランス悪いよ。次にトランジスタを実装していきましょうか。これもね、トリマー抵抗の方が高さ低いかもしれないですかね。一緒ぐらいですか?あれ、こっちの方が低いかな。これ先つけます?これはこう向きですかね。いや、違う。トランジスタの方が足低いな。こうか。これを先つけましょうか。次にこのトリマー抵抗を実装していきます。これも基板固定するやつあったらいいんですけどね、持ってないんですよ。こういう場合はね、あのテープとかでマスキング、あ、違うな、ビニールテープとかでね、固定しながらハンダ付けを行ってください。しかし、ウプ主は使っていかない。あ、変なとこついた。そして次に LED をつけていきましょうか。これ LED の方を先つけたらよかったかな。一緒ぐらいですか?これね、アノードと仮想度があるんですよ。で、足が長いのがアノードプラスで、足が短いのが仮想度。で、習ってきたんですけど、実はね、そうでもないみたいなんですよ。これなんかね、通販のサイトで足が長い方がね、マイナスになってるやつあったんですよ。それを考慮してね、ここで見分けるみたいですね。この三角、ここがね、尖ってる方がアノードプラスです。この槍みたいになってる方。これをここに刺します。これはちゃんとね、足長い方がプラスになってましたね。たまに逆のやつがあるんですよ。で、ここのセンターの方、中心にプラスが来るように、向かい合わせにする感じですかね。こう刺します。そそらんやないか。とはこう足を切っていくだけ。あ、またや。あれ、足で踏んだら大変なことや。こう抑えながら行きましょうか。飛んで、これ足で踏んだら大変なことや。最後、電解コンデンサーでしたね。これですね、ここの印があるのが、ああ、映ってない。ここの白い方がマイナスですね。で、こう向きに刺します。ここの白い部分を合わせる感じですから。こう。あかん、目痛い。あかん、もう寝なあかん。めっちゃ疲れとるやん。これをハンダ付けしたらもう完成ですか?あかん、もう明日にしよう。
これつけたらもう明日にしよう。もう寝よう。え、このコックリさんのシート、家の部分がない。灰と灰しかない。え、勝手に置く。いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。後ろね、あんまり綺麗じゃないんですけど、もう適当ですよ。大体でね、ちょっと芋判断みたいになってるところありますけど、こんな感じです。部品を実装してハンダ付けするだけですね。これで完成です。あとはケーブルつなげときましょうか。これ短いな。だいたいここに何ボルトを供給するの？ VCC とグランドって書いてますけど、これ5ボルトでいいんです？ 3 ボルトか。ちょっと説明書ちゃん、あ、こっちに回路図あったんかよ。全然見てなかったわ。待ってください、これ9ボルトって書いてないですか？え、これ9ボルトいるん？じゃあこの電池ないわ。この1番2番一応線出しときましょうか。え、これ三角結びさんやったらわかるのにな。これ9ボルトで合ってるんですか？これわからん。5ボルトをつないで爆発したら嫌なんで、ここまでにしときましょうか。今回はね、ハンダ付け講座ということでね、この線をつなげてお別れです。動作確認しない。動作確認は次回の動画にしましょうか。今回は初めてのハンダ付け講座手ほどき C をやりました。これがね、どう点滅するかっていうのはね、想像です。想像で点滅しています。頭の中で点滅しています。電気入れるのはね、また次回にしときましょうか。ちょっとね、中国語で色々書いてあるんですけど、全然読めないんですよ。あかん。部品の向きとかしかわからんかった。向き見るところもあんまないんですけど、こちらはゴミ箱に捨てて、こちらですね、こちらがメインですよ。これをメインで使っていきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。